はい、どうもタガボンです。ワーミングシミュレーター22続きを遊んでいきたいと思います。今回はですね、牧草を収穫してですね、干し草を作っていきたいと思います。で、干し草を作る、ね、方法としてですね、テッターで広げて乾かすというねやり方もあるんですけど、今回はちょっとね、ある施設をね建てていきたいと思います。こちらですね、このグラスドライヤーというのをですね、外部モッドなんですが入れてみたんで、これをねちょっと使って干し草をね作っていきたいなと思います。なのでトラクターで今ね刈り取って、その後ローダーワゴンかなんかでねもう集めていきたいと思います。どうしようかな、どこに置こうか。この辺にもうドカンとこういう風に立てちゃおうかな。場所によりけりなんだよね。もしくはこういうふうにして立てて、バックで入って下ろして、こういうふうに立てますか。ちょっと変則的ですけど、かっこの辺に立てたいよね、こういうふうにね、こんな感じで。あ、ここがいいか。ちょっとこの辺片付けますか。よし、したらここをちょっと片付けよう。バイト君、草買ってくれるかな。まずちょっとバイト君が買ってくれるかどうかを試してみたいと思います。なんかね、いまいちね、今回のヘルパーさん動きが悪くてね、思ったように動いてくんないんですよね。中央ウィンドロー、これでいいですね。これで OK ですね。それで下ろします。あれどうだったっけ、こうか、じゃあこうか、こういった。まず枕を買って、うわ、なんだここ、え、あれ何、あんな出っ張りいつできたっていうか、気づかないうちに。1往復ぐらいすれば旋回できますかね。まあ、あげないあげない。ほんでこの縁を買って、で今回というかね、今年はね、サイレージをトウモロコシで取って、この右側の畑のね、それで干し草をこの牧草でね、もう取っていこうかなと考えております。今列車来たばっかりだよね、多分大丈夫だと思う。よいしょ、これで後ろを上げてバックして、で畑がね、これギリギリにね作ってますんで、ここで旋回して、トウモロコシを潰さないように、はい、前を下ろします。はい、で刈って後ろを下ろします。わっ、どうだ。なんかこの一度に両方を上げるボタンを設定したんだけど、いまいち遅いんだよな。よし、これ押して、はい、ここで後ろを下ろして、やべ、残る、やばい、残る。あ、そしてですね、これ今回6月ですが、今年初めての収穫ですね。いつもね、もうちょっと早く4月ぐらいに1回ね買ってたんだけど、今年からですね2回にしましたね。1番草と2番草の収穫にしました。前はね3番草まで取ってたんですけどね、早めに買って。ただちょっとね、きちんと伸びきる前の収穫だったようで、収量がねちょっと上がらなかったんで、今回から2番までのね。ああ、やばいやばい、
2番までの刈り取りでしてます。よし、こんな感じかな。これでどうだろう、買ってくれないかな、バイト君。よし、ヘルパーさん5行く？行ける？え、ちょっと残ったぞお前。その残しはなんだ。まあいっか。それで物をずらすか。怪力モッドで、怪力モッドを使います。はい、こっちずらそう。ちょっとこの辺に置いとこう。はいもうね、片付けを本当はしなきゃなんないんですけどね、車庫をまだ立ててないので、ちょっとこっち側に置いとこうか。あー、やばいやばいやばい、すごいよね、この怪力モッド。めっちゃ重宝して使ってるけどさまあこれはこれ、あー、でもこいつもずらしとくか。一回こっちにずらします。あとこいつね、え、これ持てないんだけど、なんで持てそうすげえよね煙上がってんだけどなんで、いいよ、ここです、ここに入れていきましょう。チートだよね、チート。あ、それとね、この機械を購入しました。中古でね、ちょうどあったんで、ね、購入しましたね。え、これ中古か、中古だよな、確か。ブームスプレーヤーですね、牽引式の。はい、やばい。はい、あ、それとね、このバンカーサイロンね、ちょっとね、一決めでね、ちょっと立ててみました。うん、あの、今年はさっきも言ったんだけど、トウモロコシをこのね、サイレージにするのにね、ちょっとバンカーをね、使っていこうと思ってますんで、ただね、このバンカー1個で足りるのかなってちょっとね、今思ってるんですが、多分大丈夫だと思うんですけどね。バンカーをね、立てました。そしたらこいつずらすか。これで多分いけるでしょう。なんかこの辺でゴボゴだなぁ。皆さんどうでしょうかね、あの、整地をかけてね、あの、ゲームをね、お、出入りをすると、なんかね、整地したところがこんな感じで、ちゃんと整地したんだけど、入り直すとデコボコなってるってことね、ないでしょうかね。なんかね、自分あれっていうところがね、まあ物を立てたりするとね、その時気づかない時にへっこんでるのかもしんないんだけど、なんでここへっこんでんだろうみたいな時があります。そしたらこいつだね、こいつをちょっと撤去しましょう。はい、でここに先ほど言ったよいしょ、これね、これを立てよう。できたらギリギリまで寄せたい。こういう感じでどうでしょうかね。追っ立てます。95,790円、高っ、金なくなっちゃった。こんな感じでどうでしょう。これってさ、こっちで操作するのかな。あ、やっぱそうだ、こっちで操作するんだ。線の線どうなんだ、ちょっとどれぐらいのね、あれなのかちょっと見てみますか。
うわ、うるさ。動かしたらめっちゃうるせえんだけど。そしたらあのローダーワゴンを動かしましょうか。あ、そっか、添加剤を入れればローダーワゴンだからさらにアップするんだね。何歩入るんだろうね、この。添加剤まだあったっけ、どっかに。添加剤。あるね、添加剤。ちょっと。テッターが邪魔くさい。あ、やばい、ひっくり返る。あ、やばい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 。人間フォークリフト。はい、添加剤、ありました。あれ？これ掴めない。なんだ？やべえ、めり込んでる、この添加剤。おい、大丈夫かよ、マジかよ。あ、ダメじゃん。全然めり込んで取れないじゃん。やられた。あー、どうしよっかな。もう金は3万しかないからな。こいつで引っ張れるかな。まあ、いっか、頑張るか。そしたら、これをバックして。最悪、まあ、どんだけ入るかちょっと分かんないんだけど、入りきらなかった。うるせえな、この乾燥機。めちゃめちゃうるせえんだけど。あ、添加剤でも満タンに入ってんね。行こう。あれ、なんか入ってる。あ、そっか、サイロから出したやつがそのまま入ってるんだ。なるほど。じゃあこれ入れちゃおう。そう、サイロの中にちょこっとね残ってたんですよね。それをちょっと邪魔くさいんでね、こいつに入れてました。8000リッターですね。うるせえ、本当に音が。8000リッター入れてこんなもん。あ、結構入るんじゃない。したらね、1万リッター近くでこの辺でしょ。100万リッターぐらい入るのかな、これ。まあいいや、運んでみよう。で、まあ添加剤を入れてます。入れながら走るんで、おのずと多分 5% アップの終了になるはず。うわ、これひどいな、ここ。なんであんななっちゃったんだろう。あのバンカーのせいかな。カウント、あ、違った、オルトゼロ、リミッター解除。さあ、リミッター解除でいきましょう。そっか、そっか、そっか、ずれないように。じゃん、ガイダンスオン。そんでもってモアだから、あれは 8. 何ぼだ、これかな。ずれとるがな。ずらします。ここですね。で、これ高さがさ、合ってないから白いラインがさ、めり込んでるじゃないですか。だからこれを上げたいと思います。上げるにはここね、ラインオフセット、これを今、0.25 なんだけど、これを 1m にします。よいしょ、ほら出てきたっしょ。これであとは走るだけ。ちょっとずれてきたな。ちょっとずれてきたぞ。ここら辺だろ。うわ、端まで行かなそう。あ、行かねえし。行かなかった。あ、刈り取り終わるね。ヘルパーさん早いね。ヘルパー君行ったね、ちゃんと。えらいえらい。
これで4万リッターになりますよね。さっき8000入れたからね。全然すげえ入るな、これ多分。すごい入るけど、処理する能力がどうなんでしょうか。なんかすげえ借り残しあるな、このスタート時点のな。終わった？ちょっと待ってよ。はい。あ、終わった。うわ、借り残し。多分出だしがね、結構残ってるような気がします。こんな感じでね。OK。置いた場所悪かったな、邪魔だな。あーでもそんな入らんのか、もしかして。どうなんだ、50万リッターぐらいしか入らん、もしかして。日本頑張れ日本頑張れ日本じゃねえよ。よし、とりあえず99100にしちゃうか。はい、100なんじゃそりゃ。22、23万ぐらいか。5万ぐらいいくのか。あと1回2回、うん、25万リッターぐらいか。この畑1枚で25万リッターだからな。やっぱりもう1枚ぐらい欲しいですね。はい、終了。じゃあ終了だ。それでうるさーい。出ない。あ、出ないんだ。これは建物の近く寄ってもどんだけ入ってるか。マジかよ、うるせえだけじゃねえか。よいしょ。全部で27万5千ぐらいか。まあいいとこでしょう。で、使えそうですね、これね。はい、今回はですね、こんな感じで牧草のね、収穫をいたしました。一番草のね、収穫ということでね、お送りいたしました。まあ、普通であればテッターかけてね、買った後にテッターかけて干し草にするんですが、今回はね、このね、目の前に見えているなんだっけ、グラスドライヤーだったかな。グラスドライヤー、これですね。グラスドライヤーというですね、外部モッドのこういう施設をね、導入して、これでもってね、あの干し草をね、作ることをやってみました。まあだいたい建物自体はね、50万リッターぐらい入るのかなと。あの 生草がね、普通の草が、まあ、そんな感じで、お送りいたしました。使えそうだなって感じですね。まあ、これでちょっと干し草を作っていきたいと思います。今回はね、こんな感じで。最後までご視聴ありがとうございました。コメント欄の方にはですね、コメント、質問、私の使っているモッドに関する問い合わせ等ありましたらですね、お気軽に書いてください。そんな感じです。それではまたです。